はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝アナ直キです今日はね、えー、漢文を一つ読みましょう、えー、今日はねテーマはね自分の心を見失う時にどうするかっていう話なんですよねこの中学受験桜らチャンネルはこの私滝アナ直キが塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いしますでは早速やってみましょう今日は漢文ですね、自分の心を見失わないようにするっていうねテーマなんですもし曰く人は心なり義は人の道なりその道を捨てて寄らずその心を放ちて求むるを知らず悲しいから 人鳥犬花たるるあらばすなわちこれを求むるを知る方針ありて求むるを知らず学問の道は他なしその方針を求むるのみと、ね、さあどういう意味なのかねもう一度帰り点見ながらね えー、日本語にししていきましょう孟子孟子という哲学者ね、えー、いろいろ考えている人が言ったと「人は心なり」さあ「人」ね「人」というものは、えーまあ、人間として大切なもの人間としての正しさなんだよね本当にで正しいことは心なんだ自分の本心が一番大切なんだ。 自分の心を大切にすることなんだ自分の本当に好きなものを大切にすること自分がいいと思うことをやることねえー、悪いことをしないこと何か間違っていることをすると心が痛みますいつも自分の心を大切に守っていることそれが人なんだと言うんです。そして「義」は人の道なりね。で「義」とは人の道なんだ。 要するに人間として正しい道を歩んでいくことが「義」なんだっていう意味です。さあしかし人間はその道を捨ててよらずねこれねカレーんでありますけ、ね、その道を捨てる1から2点に行きますさあしかし人間はその道を捨ててよらず、ね、要するに自分の本当の、えー、心本心人間としては正しい生き方そういったものを捨てて えー、そして自分の心をも帰らない、ね、そ,してその心を放ちて求むるを知らず自分の心、ねえーまあ、自分が本当に好きなもの、ね、自分が本当に正しいと思うものそして自分の心がしっくりするものを放ちてしまう、ね、見失ってしまうそして見失っているのに探すことをは知らない探さないんです。 見失ったままでいるというんですそして悲しいからそれはとても悲しいことであると言っていますさあしかし人はねこういうことは一生懸命探すんです人鳥犬の花たれるるあらばさあ1,2点ですがこう読みますね人鳥犬の花たれるるあらばすなわちこれを求めるを知るまあレテンレテンですがここからこういうふうに上っていくすなわちこれを求めるを知る さあ人間は自分が飼っている鳥自分が飼っている犬が放たれるどこかになくしてしまったことがあるならばすぐにでも、ねえー、これを探すことを知っている。自分が育てて食べようと思っていた鶏自分がいろいろと可愛がっている自分がいつも散歩している犬がいなくなったら探す。さあだけれども方針ありて 求むるを知らずね、これ一二点です。方針ありて求むるをレテンレテンですが、下からこうやって読んだけどね、求むるを知らず、ね、だけど自分の心、自分の本当の好きなこと、自分の本来の自分らしさ、そういった自分の心をね、えー、失ってしまったことがあるときには。 その自分の心を求める、探す、本来の自分に戻ろうとすることを知らないって言うんです。しないって言うんです。学問の道はターナー、これレ点ですね。さあ、本当の学問の。や、学問の道というのは。実は他にないんだ。自分を見失ったら、自分を見つけることなんだ。 自分ののの本当に好きなももやりたいもの自分らしさ本当の自分の良さそして自分が正しいと思うこと自分が楽しいと思うことそして自分が嫌なことしないことそういった自分の心とというものを見つけることなんだ実はそのの方針を求るみさあこれ12点ですからその方針を求むるのみ1から2に変えるわけです。 失った心を探し出すすだだけそれが学問の道なんだというんとうですさあもう一度、えー、意味をねちょっとね、えー、考えながら聞いててください。「孟子曰く人は心なり義は人の道なりその道を捨てて寄らずその心を放ちて求むるを知らず悲しいかな人鳥犬の放たるるあらば」。 すなわちこれを求むるを知る方針ありて求むるを知らず学問の道は他なしその方針を求むるの、ね、さあもう一回、えー、今度は日本語をね、えー、通して言ってきますから、ね、味わいながら聞いててくださいさあ申しは言いました仁とは本当の自分の心のことである義とは人間としての正しいことを行うことである そしてその人間と,正しのとして正しい行いをやらなくなり、えー、それによらなくなりそして自分の本来の心を失ってもその自分の本来の心を探すことを知らないこれはとても悲しいことであるその一方で人間は自分が飼っている鳥や犬が、えー、いなくなったことがあるならばこれを一生懸命探すことを知っている。しかしか 本来の自分を見失ってしまったときに、本来の自分の心を求めるのを知らない。実は学問の道はその自分見失った自分を見つけ出すことに他ないならないのだ。見失った自分を探す,る探すということだけが本当の学問の道なのだと言ってるんです。いいなと思ったらチャンネル登録高評価。 メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう